皆さん、こんにちは。マーティン・ダーメクマ・ケンダです。ケンダが P リーガイ、ツオーカ防御場本拠地移転計画。まあ、63回目を迎えました。はい。今回は私も、私のプレゼンツやってです。キングタクプレ、キングタクの高校、三浦拓夢プレゼンツ、キングタク杯を JPBA 承認ではなく公認試合を実現してほしいです。今回はプロの部、アマの部、小学生、中学生、高校、社会人の部、社会人、私も含めて社会人の部も入れてほしいです。はい。社会人の部、そしてシニアの部も入れてほしいです。各部門ごと入れて、そしてプロの部。これで6組を構成してほしいです。はい。まあ、場所はですね、山手ボーイですが、本拠地移転するので、移転した場所でやってほしいです。JPBA 承認試合、移転した場所でやってほしいのが私の実現でございます。男女全員集まってほしいですね。はい。まあ、みんな集まれば本当にイベントやります。前夜祭ももちろん開いてほしいです。はい。金、土、日、金曜日は前夜祭、土曜日当日、日曜日当日と、承認ではなく公認試合、実現が一番です。どうか実現できますように、キングタク杯という JPBA 公認試合に実現できますように。バイバイ。